危険な甘味料トップ5。こんにちは、内科医の松本です。甘いものには目がない、でもカロリーは気になるという人が手を伸ばしてみたくなるのがカロリーオフ商品。今お店には低カロリーとかカロリーゼロのおやつやジュースがいっぱい並んでいますね。でも効果のほどはどうでしょうか？カロリーゼロのはずなのにあんまり痩せないなって思われませんか？カロリーの少ないもの、またはカロリーのない甘味料にはいろいろあります。完全に人工のものから、本当は人工甘味料だけどそうは呼ばれないもの、天然の甘味料などもいろいろありますね。キシリトール、ソルビトール、エリスリトール、ステビア、アスパルテーム、アセスルファムケイ、スクラロース、ネオテーム、サッカリン、まだまだありますが、キリがないので列挙するのはこの辺で。それぞれにいろいろと特徴がありますが、どんなものに含まれるでしょうか？言わずと知れたカロリーの少ないおやつ、グミ、ガム、歯磨き粉、市販の咳止め、カロリーのない水やジュース、カロリーオフのアルコール類、サラダドレッシング、ケチャップなどの調味料、ヨーグルト、シリアル、クッキーなどの加工食品、ハム、ソーセージなどの加工肉、まあいろんなものに含まれますね。もちろん喫茶店のテーブルに置いている砂糖以外の甘味料もこれらに属します。糖質制限を奨励している先生もいろいろな甘味料を推薦しておられますね。さて、こうした甘味料の中で今回はよく使われる危険なものを紹介しましょう。1番目、アスパルテーム、2番目、スクラロース、3番目、アセスルファムケイ、4番目サッカリン、5番目はアスパルテームは頭痛、うつ病などの気分障害、めまい、マニアックな習性などがよく起こります。腎障害、肝障害、脳障害、発がん性も疑われています。フェニルアラニンとアスパラギン酸とメタノールという物質からできていますが、フェニルアラニンやアスパラギン酸は脳に影響を与えるアミノ酸の一種です。これが多すぎると非常に危険なんですね。また妊婦や授乳中に使用するとお子さんが後々メタボになりやすい可能性が指摘されています。スクラロースは高温にも強いのでしばしば焼き菓子などに使われます。砂糖に塩素がついたような構造で、米国科学センターではマウスの白血病に関係しているとして要注意物質としています。血糖、インスリン、グルカゴン用ペプチド1、GLP-1 と言いますが、それなりに影響を与えるとしています。インスリンは血糖を下げ脂肪を作って貯めるホルモン、 GLP-1 はインスリンを調節するホルモンです。つまり糖尿病などに関係する可能性があります。アセスルファム K、 塩化メチレンを含み、長期間では吐き気、気分障害、がん、肝機能障害、腎機能障害、視力障害などを引き起こす可能性があり、自閉症とも関与していると考えられています。サッカリン、動物ではがんを引き起こすことが知られ、膀胱がんとの関与が疑われています。光過敏症、吐き気、消化不良、頻脈、ある種のがんにも関係していると考えられています。またサッカリンの甘みはコカインよりも依存性があると報告されています。もう一つは結構意外なものです。健康的な甘味料としてかなりいろんなものに使われています。実践会ではこうした多くの人が知らない情報などを知ってもらって、より賢く健康になってもらいます。ここに挙げた全ての甘味料は人には影響を与えないという実験報告もあります。ともあれ完全に白ではありませんので、あえて選ぶ必要はないでしょう。今日も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。